また新たな歴史を築いたドジャース大谷翔平投手は今季史上6人目の40本塁打 &40 盗塁40から40を早々にクリアし前人未到の5 0 5 0にも到達後半戦から勢いが急加速しているが米データ会社によると史上最速記録を樹立したという米データ会社コーディファイ・ベースボールは24日日本時間25日自社 X 旧ツイッターを更新 MLB の単年シーズンで20本塁打と20盗塁を記録するのにかかった試合数の最も短い期間と題してリストを公開した1987年のエリック・デイビス年間37本塁打 &50 盗塁の46試合2019年のロナルド・アクーニャ・ジュニア年間41本塁打 &37 盗塁の53試合を抜き 今年の大谷が44試合で歴代最速を更新したという。大谷は8月5日、同6日以降の直近44試合で打率点290、20本塁打、44打点、オプス1.033、24盗塁を記録した。後半戦は本塁打と盗塁のペースが加速し、19日、同20日、2は敵地。 マーリンズ戦で自身初の3打席連続本塁打を含む6打数6安打10打点の衝撃的な活躍を披露していた24日、同25日時点で153試合に出場し打率点301、53本塁打123打点、オプス1.023、55盗塁を記録日本人初のトリプルスリー達成にも期待がかかる。